9月21日午前の取引が終了しました。日経平均株価は2桁の上昇です。昨日と比べて169円42銭高の2479円88銭で午前の取引を終えております。トピックス東証株価指数も 11.85 ポイント高、 JPX 日経400も 109.25 ポイント高とそれぞれ上昇しました。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 60% の1218銘柄、これに対して値下がり銘柄数は約 33% の661銘柄となっております。トピックス規模別株価指数でも大型中型小型いずれも上昇しておりますが、今日は大型株の上昇がやや大きめということで12ポイント高、規模別の株価指数中型株指数も12ポイント高、小型株指数は10ポイント高とそれぞれ上昇しました。ただ母数が大型株指数の方が小さい、水準が低いということもありまして、率にしますと大型株の上昇が大きかったということになります。このあたりが指数への影響の大きい銘柄、大型株への外国人買いの流入を裏付けるというふうに受け取ることもできます。指数の上昇がやや大きくなったという背景であります。商いは引き続き高水準と言っていいでしょう。前引け段階で売買高9億7400万株余り、売買代金は1兆3516億円という水準でした。売買代金単純に2倍しますと1日では2兆7000億円レベルということになります。上値では利益確定、戻り待ちの売りも出やすいということではありますが、一方で新規の資金流入も多いということで、全体としては商いを伴って上昇しているという力強い試合になっております。昨日のアメリカで注目されました FOMC 連邦公開市場委員会が開かれましたが、年内と来年の利上げ見通しは維持されたということでありまして、12月次回の次の回ということになりますが、12月の FOMC での利上げがかなり確率として高まってきたという見方が広がりました。金利が上昇したということもありまして、日米の金利差が広がり、結果として為替市場では円安ドル高が進みました。1ドル112円台半ばと、昨日と比べますと、昨日の大引け段階と比べますと1円ほど一気に円安ドル高に触れたということが、輸出関連株などへの買いを促した面もあります。金利の上昇を受けまして、金融株や円安を受けての輸出関連株など主力株が全体的に上昇したということで、堅調な試合となっております。こういった中で上昇が目立った銘柄としましては、やはり金融株、銀行株の中では最大手三菱 UFJ フィナンシャルグループ8306が前引けで 2% を超える上昇となりました。他のメガバンクあるいは地銀株なども含めまして、銀行株はほぼ軒並み高となっております。個別銘柄では上昇した銘柄としまして、レオン自動機6272が大幅高 14% を超える急騰となりました。昨日の取引終了後に今3月期の第2四半期及び通期の利益と配当の予想を上方修正したということが公刊されました。逆に下げた銘柄としましては3546、北陸最大手のドラッグストアであります薬の青木が 5% を超える下げとなりました。こちらも昨日の引け後に決算発表、今5月期の第一四半期決算を発表いたしましたが、こちらは堅調な内容ということでしたが、株価がすでに上場ラインの高値圏まで買われていたということで、今日は材料で尽くし感からの利益確定売りに押された形であります。以上、今日全日経の模様、東証アローズからお伝えしました。